実はあとカチャカチャ打ってることってデリートの連続なんですよ。これってさ自己否定なんだよね。文字面が全て同じ字体で同じフォントで出るから悪いこともいいことも競争しか捉えられない。今日はあの自分が聖子さんに質問させていただけるということで、聖子さんと話してると前向きな話いっぱい出てくるんですけど、はい、殺伐と向かい合うっていうのはどういうふうにやるべきかな。これはね、いや言いたいことはすごくよくわかる、はい、なぜ殺伐になるかっていうことの一つにはやっぱり、まあ、このネットの社会は絶対に大きいじゃないですか。そうです ね、その中で言わなくてもいいことが言われているじゃないですか、はいはいはい、でも一回街に出てみるとそれこそフィジカルとしての人間同士っていうのはお互いにやっぱり距離を取るし、ある程度 その相手への、まあ、尊敬とまでは言わないけれども人間としていきなり罵倒してこないよね。そうですそうです、会った人が、うん、でというふうに人間はずっと何千年もそういうふうにやって社会を作ってきた。でそっちの力の方がやっぱり強いでしょって信じてあげることじゃないかと思ってるの、はいはいはい、ネットで情報も得るし自分からも発信はしていくけれどもう前よりはかなり引いてる。引いて、実際に出会う人たちの方に、うん、あるいは公園の子どもたちのキャーって言ってるような声の方に意識を向けるように、まあ、だんだんそれはね、まあ、昔その、僕も16年ぐらいその小説が書けなかった時期があって、まあ、その時そのワープロで書くようになって、はい、でもこれをアルファベット入力するっていうことは日本語を壊すことだと思って面白かったわけ。なるほどでその時にヒップホップも入ってきたから、はい、アルファベット入力でやってるから韻も踏みやすいっていうか思いつきやすいわけよ確かに母音が可視化されますからね。そうでこれはいいと思ってたけど実はあとカチャカチャ打ってることってデリートの連続なんですよ。これってさ自己否定なんだよね。パッと出てきたフラッシュしたアイデア、よくわからないアイデアが消えちゃうのよね。和菓子屋のおじさんと話してみるとか、はい、急になんか男と女が警戒してんの俺もこの間ホームで仲裁してみたけどさ、はいはいはい、そんなようなことしてる自分の方に主軸を移していくとそれ自体はノイズなんだけど、つまり原稿で書くところで言うと、はい、なんかアイデアがフラッシュしちゃったからこうなんか上に書いちゃうとか文章にできないから猫の絵描いちゃうとか、はいはいはい、これが実は後々生きてきて小説が動いていくんですよ、はい、なるほど。それで書けるように僕はなってったんですよね、はいはい、デリートしないから。そうですよね、まあうん、心象風景っていうか最初のその言語化されてない状態の感情とか意識はそこに本当はあったわけですよね、うんうんうん、残るシステムが実は紙と鉛筆というか紙と、まあ、これは万年筆で使ってるけど、ね、というもので、うんうん、意外に我々は便利だなと思ってるものでデリートしてる部分がめちゃめちゃあって、そうですね。そうするとネットで見てても自分たちの悪口とかを、はいはいはい、まあ、見てガーンともうすごく落ち込んだりもするけど、はい、これってさ褒めてくれたり中立でいてくれてる人のことデリートしてるよね。そうなんです。そうだよね。僕それで最近あの始めてすごいあのこれいいなと思ってるのが、うん、クローズドの SNS 作ったんですよ。おーおーおー、登録制にして。なるほどなるほど。オープンの SNS 誰が見てるか分かんないから、うん、悪意があって、うん、あのステアカウントでやってる人と、うん、あの本当に応援してくれてる人との区分けがもうないんですよ、うんうんうね、もうネガティブに引っ張られるんですよね、うんうんうん、だから8ポジティブで2ネガティブだったとしても、うんうん、そうそう印象としてはどんどんそれが膨らんで広がって、うん、で強くて大きなもので引っ張られていって自分もまさにその2でも引っ張られるんで、うん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 、ってなった時にクローズドで、うん、そもそも自分を応援してくれている人であるっていう意識と、うん、俺が私が応援しているっていうことを知ってくれているっていう相互関係が生まれる状態だと、うんうん、すごい自由ですね。クリエイティブになるよね。そしてですね、で批評があっても、はい、とてもよく読んでくれてる人の批評だから、そうなんですよ、めちゃくちゃに書いてあっても全然悪く思えない。そうなんですよ。こんなとこまで読んでくれてありがとう、あ俺直すわこの癖って思うですね、うん、で多分オープンでそれに対して リプライしたら、うん、なんかこうフォロワーがいっぱいある人間がそんな一般人に対して力を使うのかみたいな感じなんですけど、クローズドだとそれでこうリプライして、うん、あのあこれはこういう意図だったよみたいな話しても、うん、普通にみんなが見ている状態でそれをポジティブにやれ る、ね、それってどうやって作るの。それはあの僕の場合はもともとあったそういうアプリがあるの、オンラインサロンとかファンクラブとか今多いじゃないですか。あ、はいはいはい、それのスキーム使ってやったんですけど。へ、アプリの作り方教えてよ。あ、はい、了解です。それ売ってよとにかく今世の中に必要なのは自分たちを情報から正しく守りながら、う、ね、うん、お互いを、まあ、ある程度人間が普通に歩いてるときはそれは人が歩いてきておばあさん歩いてきたら普通に避けるよねって、ね、いきなり殴り倒したりしないよね。ネットの中で吹き出ちゃったものは
ある人間のちょっと黒い部分が多くなっちゃってますよ。そうですよね。じゃあ 街中でストリートで、それこそストリートで取り戻してみようよ、はい、ある程度の制約がないと、うん、多分そうなんですよね。人間は不自由にどんどんなっていきますよね、うん、まあ、お互いがお互いを守り合うために。そうですね、まあ、そうですね。あとは殺伐は何があるの？あとの殺伐ですか、うん、まあでも本当社会的な殺伐およびそれを見た自分、うんうん、あの心のざわざわ。そうそうだよね、はい、やっぱそうなんだよ。その2つですね。そうなんだよ。だから、うん、あまりにこれはそれこそさ、あのセクハラひどいんじゃないのと、はいはいはい、これはパワハラひどいんじゃないのっていうことがもう毎日のように、まあ、報道されて。そうですね。あ、もう何なんだよって、こんなんじゃなかったじゃないか俺たちの社会はこう思うじゃないですか。そうですね。言ってるひどいやつもこんなにみんなに報道されてると思ってなくて言ってるから ね、 ね、 この人間が。そうなんですよね、うん、文字が全部一緒じゃないですか。そうなんだよ。っていうのはあれは良くないな。良くないですね。人間の会話だったりすると喋ってるテンションとか。そうなんだよ。もろもろでそこなんだよ。こう感じ方絶対違うんですけど、うんうん、文字面が全て同じ字体で同じフォントで出るから、そうそう、悪いこともいいことも表層しか捉えられない。つまり冗談なのかマジなのかも、まあ、伝わりにくい、文脈が伝わりにくいじゃないですか、はい、そうですね。そこにね、東大にドミニク・チェンっていうね面白いあの学者がいて、まあ、ソフトがあって、はい、それはね、あのそれで書くと、はい、あの考えると考えが長いと大きくなっちゃう。面白そうそれ俺はね、 それこにねキーの叩くねタッチもね入れてほしいって言ってんのこれだと思って丸打ったらダーンみたいなそうするとおはようございますだ、はいはいはい、敬語考えたんだ俺に対して、はいはい、どうなんだろうとかって、あ、可愛いとこあんじゃんとかさ、はい、ちょっとたまにあの仕事するときはそれで打ってみたりもしてるんだよ。あ、いいですね。うんうん。G-Shock Casual Presence